子ども未来課の津田です。新型コロナウイルス感染症の影響により家計の負担が増えると同時に収入が減少するなど大きな影響を受けている一人親家庭の皆さんを経済的に支援する一人親世帯臨時特別給付金についてお知らせします。この給付金にはいくつか種類がありますが多くの人が対象になるものを紹介します。まず令和2年6月分の児童扶養手当を受給している人に対し5万円を支給します。また子ども2人目以降は1人につき3万円を上乗せして支給します。対象の方には8月上旬に案内をお送りし8月末に児童扶養手当で登録されている金融機関の口座に振り込みます。特に申請をしていただく必要はありません。さらに新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した児童扶養手当受給者に追加で5万円を支給します。こちらは申請が必要です。毎年8月に実施している児童扶養手当の現況届を提出いただく際に窓口にて申請をお願いします。他にも児童扶養手当を受給していない人でも対象になる場合があります。児童扶養手当の認定を受けているけれど所得限度額を超えているなどで支給が全額停止になっている人だけでなく認定を受けていない一人親世帯の人で新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減ってしまった人などです。支給する金額は5万円です。子ども2人目以降は1人につき3万円を上乗せして支給します。申請は8月3日月曜日から令和3年2月26日金曜日までです。なお今は収入が減っていなくても今後新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したのであればその時点で申請することができます。申請窓口は本庁舎2階の子ども未来課です。各市町住民福祉課ハイトピア伊賀4階の子育て包括支援センターでも申請はできますができる限り子ども未来課で手続きをお願いします。また聞き取りに時間がかかりますので時間に余裕を持ってお越しください。お問い合わせは子ども未来課電話 22-9677 または22-9654ファックス 22-9646 までお寄せください。以上、子ども未来課からのお知らせでした。